よろしくお願いします。サルガスキー、仕事が ない状態が 7,8 年あったでしょ、はい、その頃に俺のことを見下してたやつという復讐心みたいなのはやっぱり家から出れなかったから、出ちゃうとやっぱり笑われちゃうでしょ。あなたには心の奥まで潜り込んできてほしい、その目に形ない、嘘は映らないから。面白くないって言われてたの10年ぐらい。もうまあ唯一まあ辞めなかったのは内村さんとサマーズさんとダチョウさんだけ面白いよって言ってくれた。面白いから安心しなくて、それだけがね辞めない理由だったね。えキャラがかぶってる、キャラかぶってんやん。お前地獄見たことねえだろ。養子になってくれない。本当なんですよ。あなたがいないと僕の全部。シャワーを浴びてるあのシーンが非常に好評だった。ここ数ヶ月の間で一番かなっていうぐらい。これが有吉を、もう一回再生させようじゃないかな。有吉でハマったら全然マジで。白眼鏡。早い、こっちは変態エルメガネ。早いな。俺ポンコツ人間。あ、寿司たい。寿司目つけネッカーです。あだ名は村おこしのための悲しきピエロ。断ってる様子がない。何でもやるぞ。全部出てる。そうだね。僕はもう本当にその7、8年仕事がなかったんで。そう。なんだよおい。もうちょっとですよね。もうちょっとゆっくりやってあげなさい。結婚だけがあれの形じゃねえんだバカ。やっぱりくだらない。たまには昔からって思う。うるせえ、勉強しろ。無職の男性。働けバカ。だから白い雲のように来たんで、あんまりよく知らんよな。知らないことを偉そうに言うなよ。知らないことは恥だから。ネタやりない舞台立ってないってコンプレックスがひどくて、ベタル投資、はい、燃えるものあります。すごい優勝したいです。このカルタの読み札を教えてください。金のためなら恥捨てる。テレンスリーからの小槌。大丈夫。トリトリの8試合が有吉さんが押しました。さあ初優勝へ有吉さん、同じことを3回連続で叫んでください。どうぞどうぞどうぞ。証明優勝した時はもちろん漫才とかコントなんてやってませんし、はい、賞レースなんて一回も優勝したことないんで、こういうので優勝するとだいぶ本当に俺のことを嫌な目で見てる後輩たちにでかい顔出てきた。これは嬉しい。そうですか、監督の、方の素人だということで。本当にやめろ、マジで有吉久しぶりだな。有吉久しぶりだな。